はい、皆さんこんにちは。7月ももう30日ですね。今日はアップルのニュースと噂7月分ということで、アップル自身が発表したものとかね、あとは、ニュースソース、いろんなところがね出した噂やリーク、予測などをねまとめていきたいと思っております。はい、それではまず新しいものからですが、アップルが正式に表参道リニューアルを発表したということで、で店頭でね見てすでに話題になっているね感じはありましたけども、まあこちら表参道の、地下がねリニューアルされてるってことで、で正式にはおそらく本日から更新したんだと思うんですが、アップルのホームページに載ったということで、時期を2019年としていまして、日付についてはね引き裂いというね感じでございました。でお次、昨日のニュース、台湾デジタイムスですが、かねがねね、いろんな噂が出ていた MacBook Pro 16インチが、来ますというね話を、サプライチェーン情報として、報じているということで、で画面サイズが15から16って、ここはですね、ポイントとして大きいのはボディサイズそのまま、ベゼルを細くしたというねことをこの記事では言っているんでね、筐体は今の15インチと同じになるんじゃないかという、ね、ことで、で、サイズについてはね今まで出ていた噂と同じで、液晶って、ね、ことなんですが、それがメーカー名までね LG だっていう、ね、ことをね、この書いているってことで、で生産はクアンタが担うという、ね、ことのようですが、これは出荷数がそれほど大きくないことを示すというね、ことが記事で、ね、書いていて、で発売時期は、ね、9月発売ってなってるんですが、9月か10月かについてはちょっとねデジタイムス自体よく時期を外すことが多いんでね、まだわかんないのかななんて気はしますけどね。で同じくですね、経済日報エコノミックデイリーニュース、これもですね、こちらね10月発売っていうふうにね7月23日に報じていますね。でこれお値段3000ドル前後からスタートで、プロニーズのポータブルとして発売すると書いていますね。でこの記事ではね、生産はクアンタとホンハイって書いてるんですけどね、このあたりちょっとね食い違っている部分はあります。でこの記事ではプロの13インチ、おそらく上位機種のことでしょうけど、そちらのリニューアルもあるのではとねしていますけども、いずれにしても9月10月ってところなんでしょうかね。でこれについては6月23日に、ね、フォーブスもね、報じていたんで、間違いないのかなって気はしますよね。ミンチクオ氏の、年初の予測ともね一致しているというところです。でお次、iPhone の記事ですね。7月28日、95Mac ですけども、クオレポートが6月のレポートに続いて追加事項という変更事項があるということでですね、でこれによると、6月のレポートでは言われていなかった 5G のサポートのですね3モデル全てになるという、ね、ことが、ね、書いていますよね。でどうもそのインテルのモデム事業買収で、加速したんじゃないかなって、ね、ことで、でミリ波とサブ 6GHz 帯の両方をサポートするんじゃないかということで、中国向けには 6GHz だけのものも開発しているようだという、ね、ことが、ね、書いていましたけども、でこれね、5G についてはね整備と両輪なんでね、日本の場合いつから本格始動なのかというねところはね、まだ明確にはね分かんないですけど、2020年と言われていますけども、個人的には 5.4 インチというねサイズが非常に気になっていますね。でそのインテルのねスマホモデム事業の買収ですけどもね、アップルもインテルもプレスリリースをしておりますね。10億ドル、2200人ってことでね、知財も含めていろいろなものがねアップルの傘下に入ったということですけども、でこちらクアルコムとのね6年契約もね馬鹿いの時に結んでるんでね、そのあたりの調整をどうするのか、結構ね気にはなりますが、依存度はね下がったんじゃないかなというねところでしょうかね。で iPhone 関連では7月の8日にちょっと気になる記事があったんでね、取り上げましたが、 CNBC が JP モルガンのアナリストに聞いた話ということで、2020年の iPhone は需要が拡大するって言ってるんですよね。で金がね言われている 5G モデム対応の3機種を含めて4機種ってねことで、4つ目がね
8と同じサイズで 5G じゃないものっていうのは、まあ、おそらく小型廉価版ってことなんでしょうけどね、まあ、噂が出ているということでね、まあ、結構小型の噂ってね、ここへ来て増えてる感じはいたしますね。 SE の廃止でやはりね、必要と判断している可能性はありますね。で、お次、7月27日マイスマートプライスですけど、こちら EC ユーラシア経済委員会に新たな iPad らしきものが2機種登録されたということでですね。で、こちらの記事では18年の 9.7 インチ無印と言われているやつですけどね、まあ、そちらの後継ではないかと予測して 10.2 インチなんじゃないかとしていますけども、まあ、先日登録された5モデルと合計で7モデルが、ね、未発表という、ね、ことになりまして、まあ、果たして iPad Pro まであるのかどうかという、ね、ところで、まあ、楽しみな iPad 新機種でございますね。で、7月26日ブルームバーグですね、アップルカードの米国スタートは8月中旬ってことで、で、まあ、あと数週間ですねなんてことで、で、 iOS の 12.4 にこのカードのサポートが、ね、含まれているということで、で、まあ、5月にねちょっと、懸念事項などもありましたが、それを乗り越え予定通りにサービスが開始されるんじゃないかという、ね、ことですよね。で、まあ、iPhone 上の Apple Pay を基本とするがチタン製の実物カードも発行ということで、で、まあ、こちらはね、実物カードリークなんかもありましたが、あの、すでにね、まあ、記事にもありましたけど、 Apple 社員でねテストの運用してるんですよね。で、まあ、それは私もね、聞いて知っているんですけども、まあ、実物カード、まあ、リークの通りのね、白いものということで、特に番号など記載していないようですけどね。まあ、いずれにしてもね、キャッシュバックはね、すごいいいですよね。アップル製品をかなり買う私としてはね、日本でも早く始めてほしいな、なんていうふうにね、思いますけどもね。3%、高額品になったらね、かなり大きいんじゃないでしょうかね。で、お次、アナリストクオ氏のキーボードリポートということで、7月25日に 9to5Mac が報じております。こちらバタフライキーボードからシザースイッチへの移行のタイムラインということで、噂されている16インチの MacBook Pro から採用されていくんじゃないかという、ね、ことで、今年はそれだけ。そして Air とその他の MacBook Pro については2020年来年からという、ね、ことのようですよね。で、まあ、これ物議を、ね、醸したバタフライももうね、プロ採用から2年経ってますが、私自身もあまりね、アップル製品壊さない方ですが、1回ね修理してるんですよね。だからまあこれね、12インチにね採用されたものでしたが、まあ、プロまでね広げるべきではなかったのかも分かりませんね。で、お次は今年の iPhone ですね。来年のものばっかり噂が増えていますけども、今年の iPhone、 iPhone11 についてですが、 9to5Mac が結構ねディテールを出してきていますね。7月23日の記事で、 A13 チップ、まあ、コードネームとかも、ね、出ています。そしてライトニングポート。で、あとは、ね、各機種の、ね、仮番号みたいなものも、ね、出ていたりしていますけども、まあ、ポイントは、ね、やはり 3D タッチが廃止されるんじゃないかという、ね、ことで、新しいタプティックエンジン、リープハプティクスというのが、ね、採用されるようですね。で、まあ、カメラについては噂通りのようですが、まあ、スマートフレームという、まあ、撮影後の調整可能な機能などが搭載され、フロントカメラもスローモーションが強化されるようですね。まあ、これについてはね、外観の賛否は別として、まあ、使ってみたら結構いいじゃんって話になるんじゃないかと個人的にはね思っています。で、お次、7月23日ブルームバーグですね、こちらまた、テスラからインテリアデザインの専門家のエンジニアを雇うということでですね、まあ、こちらは3月にもね、別の方を雇ったり、昨年の8月にはまた別の方ってことで3人目ってことで、まあ、アップルカー部門はね縮小の噂なんかも出ていましたけど、まあ、これ再編と見るべきなのかも分かんないという希望的観測が出てきました。で、お次、2020年に Siri OS が登場するということで、7月20日の 9to5Mac ですけど、これはね、あのボイステックレポートっていう、まあ、これレポートなんですけどね、まあ、これによると来年の WWDC で Siri OS っていうのをね立ち上げるんじゃないかなんてことをね、予想しているという、ね、ことのようですね。AI スタートアップの企業を買収したことも関係してるのかなっていうところですけど、
まあ、やっぱりね音声操作、まあ、しっくりこないんですね私個人的にはね、まあ、ただまあ最近 Siri もだいぶ日本語で賢くなってますし、まあ、期待してもいいのかもわからないですね。で次7月14日シンガポールの空港内に新しい店舗ができたということでね、まあ、こちら行きたかったんですけどねちょっと日程調整かなわずに断念したというねところですけど、相当綺麗な店舗のようですね。あとはこれ特集も動画でやりましたけども、ホームポットが7月9日に日本でも売るってことを、発表していますよね。ただまあ発売はこの夏のままでですね、もう梅雨明けもして夏ですけども一体いつなのか、今日かもしれないし明日かもしれないというね感じがいたしますね。でまあ個人的にはね今更感を感じている方もいるのかなとは思うものの、まあ、このアップルが作ったものを今まで試せてないのでね、私は試してみたいと思っています。で最後ですが7月9日 MacBook Air と Pro の回帰種に新機種が出たってことでね、まあ、突然のホームページ上の発表でしたけども、まあ、特集動画をねやりましたんでそれを見ていただければいいというねところですが、その後出た情報では、これギークベンチのねベンチマークが出ていますね。MacBook Pro の回帰種ですけど、まあ、これもね結構ねいいスコアで1万5000超えですね、マルチコアスコアで、結構ね処理能力高いんじゃないでしょうか。であとは Air については SSD の上限が 1TB に変更になったんですけどね、その後の情報として読み込み速度が2018年モデルよりも 35% 低下したってことでね、まあ、ただね実用レベルでは全然早いんですよ。こちらコンソーマークというねフランスのサイトが計測した結果によると 1.3GB/s ということで、もうこれ普通に使う分にはね全然遅いって感じない速度なんで、まあそれほどね気にすることではないと思いますけど、値下げとのね関係があるのかななんていうふうにはね言われているようですよね。はい、ということで今日は7月の噂とニュースまとめてきましたけども、個人的にはねやはり秋に iPad がどういうものが出るのか、未登録のものがねいっぱいありますから気になるのと、あとは2020年の iPhone なんかもね小型のものが出てきそうな噂が出ていて楽しみな限りでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。